女性は子供を3人産んで初めて一人前になる。去年夏ごろ、子育て支援策に関する会議の中でこう発言したとされる塩川市長。ハラスメント問題を受けた職員へのアンケートで明らかとなりました。これについて今朝塩川市長は、だけどいつ誰にどういう形でそれをそういうことをしたかというのはちょっとその分からない状況です。今の私、今あのハラスメントの勉強をしっかりですね、これからしていかないかんと思ってますので、はい、やっていきます。またテレキューの取材によりますと、アンケートに回答した職員のおよそ6割が市長のハラスメントを見聞きしたことがあると答えたということです。もうだから市政にとってもう本当に後退です。はい、何も進んでません。はい、で職員のもうストレスだけがもう限界に達す、もう限界を越してます。もう即刻辞任を私は望みます。そうしませんと宮若市がまた新たなスタートが絶対にスタートが切れません。宮若市の男性職員です。これまでも市長のハラスメントによる弊害は大きかったそうですが、今回の問題が明るみになって以降、市政にさらなるしわ寄せが及んでいるといいます。こんな市長のとこにはもう不参納税は今後一切納めませんということを発言されて電話を聞かれた方で、宮若市に移住を考えてましたけども、相田市長のところにはもう移住はしません。1回の電話を受けて1時間ぐらい市長に対する苦情苦言を聞くのはもうザラですので、市長の業務にも十分支障をきたしております。今後の進退について市長は百条委員会の調査結果を踏まえて判断するとしていて、2回目の委員会は今月23日に開かれます。